モスのロック、そして岡坂の CT、 2つのモデルを比較しながらスペック表をどういう風にこう見ていけば、僕はまずそのボードの上に乗っかった感覚、要するに4センチ離れてるか5センチ離れてるか、ボードを立てた後に関わってくるのがこのサイドカーブですよね。ロックが285に対して CT が287ってことは、これはもう絶対ですね。ウエスト幅は一緒なわけですよね。エッジのかかりっていうのが強いんだなってことがここでわかりますよね。真ん中がたわみやすくなる。上達にはまあ間違いなく直結してきますし、さらにスノーボードも楽しくなるんじゃないかな。さあ、始まりました。ナトリのテレビです。よろしくお願いします。はい、ということで今日はボードの仕組みの解説ということにはなるんですけども、ちょっとね、いつもとは趣向が違うというか、まあ僕の YouTube といえばね、なんかいろんなボードピックアップして、なんか僕なりの解説したりとか、あとはまあボードの仕組みをね、なんかまあ細かいことではあるんですけども、まあスペック表の見方だったりとかね、まあサイドカーブだったりとかね、サイドウルスラントによっても結構違いますよ、みたいな感じで、まあいろんな仕組みを解説させてもらって。でまあ僕としては、まあとにかく、まずやっぱりね、ボードの仕組みっていうのが分かった方が、まあまず上達にはね、間違いなくも関係してきますよね。ねえ、だって自分が使ってるボードがどういう特徴があって、どういう風に滑らせるのがいいのかわからないまま、ただただね、闇雲に滑るのと、ちゃんと理解した上で滑らせてあげるのでは、やっぱり上達にはまあ間違いなく直結してきますし、あとはまあ上達してね、滑りが良くなればさらにスノーボードも楽しくなるんじゃないかなっていうことで、まあそれでね、なるべく皆さんにもそういうことを知っていただきたいなっていうことで、まあ発信をしてるんですけども、で、今回はいつもね、僕がなんかボード解説みたいな感じで、まあスペック表見ながらね、解説してるんですけども、じゃあ実際僕は何を気にしてて、どういうところをチェックしてるのかみたいな、ちょっと、スペック表の見方みたいなね、ちょっとそんなようなのをお話ししようかなと。で、やっぱりそうなってくると、ただなんか一モデルだけピックアップして、こう順々に見ていくっていうよりかは、比較ができた方がいいかなと思って。で、おそらく皆さんも、なんかボード購入するときって、ある程度、このモデルにしようか、このモデルにしようか迷うなっていう感じで、ボードって購入されると思うんですよね。もう最初からもう絶対これってね、決まってる方もいるかもしれないんですけども、やっぱりこっちとこっちどっちにしようかなって悩む時があると思うので、まあそんな感じで今日は2つのモデルを比較しながら、スペック表をどういうふうにこう見ていけば、そのボードの特徴がわかるかみたいな、そんなようなね、ちょっとお話をしようかなと。で、今日ちょっとね、まあサンプル的に紹介するのが、モスのロック、そして岡坂の CT。まあ、この辺がね、まあ、モスと岡坂のそれぞれ、まあ、オールラウンドボードということなので、まあ、実際購入するときにもね、比較対象になるんじゃないかなと思うような、まあ、そんな2モデルをちょっとピックアップして。で、まあ、今回一応仮定として、一応ね、これ僕、両方とも乗ったことあるんで、もちろん特徴とかね、かなり詳しくわかってるんだけど、あくまでもそのスペック表のみから。なので、まあ、それぞれのホームページを見て、そこからどこまで判断できるかっていう、ことでちょっと解説しようかなと。はい。ということなので、まずそれぞれのスペック表を書き出すと、まあここにね、ちょっと出しておくので、ちょっと一個一個読みませんが、僕がまずこうやってスペック表を見たときに、必ず最初にチェックするのは、接節長なんですよね。接地の長さがどのぐらいなのかっていうのを必ず最初にチェックするんですよ。これはもう絶対ですね。はい。必ず僕は、接地の長さがどれぐらいかっていうのをチェックするんですけども、まあ、今回ね、両方とも全長に関して154センチの方で比較していきますと、接地がロックの方が1150ですね。で、CT の方が1180。ってことはもうこの時点でボードの上に乗っかった瞬間に3センチも違いがあるんだなってことでわかりますよね。まあ、要するに CT の方が3センチ長く感じると。はい。まずはここで、どのぐらいの長さ設置しているのかっていうのをチェックするんですよね。で、その次に僕が見るのは、有効エッジなんですよね。で、有効エッジに関しては、長さを見るっていうよりかは、設置と有効エッジの差を見るんですよ、ここでは。まずは、その有効エッジがどれぐらいの長さなのかっていうよりかは、有効エッジと接節長の差を見るんですよね。で、そうなると、ロックの方の有効エッジは1200っていうことは、差が50ミリあるってことですよね。で、CT の方は、有効エッジが1220ってことは、まあ、40ミリの差があると。ってことは、ここでわかるのが、これもね、まあ、過去に動画も上げてますけども、設置から有効エッジまでの距離によって、ボードを立ち上げた時に、エッジのかかるスピードみたいなのがわかるんですね。なので、設置から有効エッジまでの距離が近い方が、エッジが早くかかって、
設置から有効エッジまでの距離が遠いほど、まあ少しルーズに動かせるというか、少し遊びがあるみたいな感じのイメージになるので、そうなると CT の方がフラットな状態から板を立てた時に早めにエッジが噛むんだなっていうのがわかりますよね。まあ要するに4センチ離れてるか5センチ離れてるかっていうことになるのでね。なのでここでは僕は有効エッジの長さがどうこうっていうよりかは、設置と有効エッジの差がどのぐらいなのかっていうのはチェックするんですよね。で、そうすると今度はボードを立てた後に関わってくるのはこのサイドカーブですよね。で、サイドカーブを比較すると、まあ両方ともトリプルサイドカーブにはなってるんですけども、まあ CT の方が若干くびれてる感じですよね。はい。ってことは、まあ CT の方が少し小回りが効くんだなっていうことがここでわかると。で、次に今度はエッジの捉えですね。エッジの捉えがどういう違いがあるのかっていうのが、ノーズ幅とテール幅なんですよ。だから僕は大体その次にノーズ幅がどれぐらいなのか。で、まあこういうボードだったらね、テイパード入ってるってことが少ないんで、まあノーズとテール大体一緒なんですけども、僕はその次が今度はノーズ幅なんですよね。ノーズ幅の捉えがどんな感じになってるのかなって見ると、ロックが285に対して CT が287ってことは、CT の方がちょっとノーズが膨らんでるってことなんですよね。で、じゃあこれなんで CT の方が膨らんでるのか。で、ウエスト幅は一緒なわけですよね。ウエスト幅は同じ245なのに、CT の方がなぜ膨らんでるかって言ったら、CT の方がサイドカーブがくびれてますよね。サイドカーブがくびれてる上に、有効エッジが長いので、要するにこう、くびれて膨らんだ先に、要するに CT は有効エッジのピークがあると。で、ロックの方が有効エッジが短くて、サイドカーブも少し寸胴なんで、そんなに、要するにノーズが膨らんでないってことになるわけですよね。ってことは、ノーズが少し膨らんでる CT の方が、ボードを立てた時のかかりっていうのが早いんだなっていうことも、まあここで判断できるかなっていう感じですね。まあこんな感じで、僕はまずそのボードの上に乗っかった感覚、そして滑り始めて、ボードを立てた時にどれぐらいのスピードでエッジがかかるのかみたいな感覚、で、その後に、じゃあどうやってカーブしていくのかみたいな、要するに、自分が実際にそのボードの上に乗って滑ってる時の、要するに順番というかね、それでスペック表をこう順々に見ていくって感じなんですよね。で、さらに、この2ブランドの場合は、足下補強ですね。これもこの間動画アップしたんですけども、足下補強に関してもホームページに掲載してるんで、足下補強のところをチェックすると、まあ、小笠原さんの CT で使ってる足下補強っていうのは、割とエッジギアまでしっかりと入ってるやつがあるんですね。で、ロックの方は、エッジ際には入ってなくって、センター部分に足下補強が入ってるみたいな感じになると、そうすると、CT の方が、エッジ際まで補強がしっかり入ってるってことは、ボードを立てた時のエッジのかかりっていうのも強いんだなってことが、ここでわかりますよね。で、ロックの方が、エッジ際には補強が入ってないってことは、少しこう、ルーズに動かせるというか、少しこう、ぬるっとした感じに、エッジをグリップさせることができるのかなっていう、そういう感じの違いになってくるので、まあ、この辺はね、使ってる補強材の強度だったりとかによっても若干変わってくると思うので、まあね、単純に補強が入ってるか入ってないかだけで比較すると、まあそういう違いがわかりますよね。ってことは、まあね、これだけをちょっと比較しただけでも、まあある程度ちょっとまとめてお話しすると、ロックの方がまず設置が短い。そして設置から有効エッジまでの距離も遠い。で、さらにサイドカーブ緩やかで、ノーズもそんなに張ってないってなると、少しこうぬるぬる動かせる。横に動かしたりとか、少しボード自体の遊びがあって、で、ボードをある程度しっかり立てたらエッジがグリップしてくれて、で、センター部分には足下の補強も入ってるんで、スタンス感も補強されてるってことは、スタンス感もしっかりとした力強さがあって、まあボードを走らせていくことができるみたいなね。で、CT の方は、まあある程度も設置自体が長くて、で、ボードを立てた時のかかりが早い。で、設置から有効エッジまでも近いし、さらにロックと比べるとノーズも膨らんでるので、ボードを立てた時のエッジのかかり方が早いんだなってことがわかりますよね。で、そこからカーブしてって、で、足下補強が前足の下と後ろ足の下。で、スタンス感には入ってないってことは、それにスタンス感は少しこう柔らかくなってる。で、エッジのかかりが良くって、スタンス感が柔らかくなってるってことは真ん中がたわみやすくなってる。ってことは、すごくこう、カーブがしやすいんだなっていう。サイドカーブもロックに比べると、くびれてるわけなんで、ロックと比較した場合、ノーズとテールのかかりが良くって、真ん中しなやかになってる分、カーブはさせやすいんだなっていう感じになってくるので、あとね、それこそじゃあフレックスだったりとか、まあサイドルスラントに関してはロックの方掲載してあるけど、まあ
と CT の方が掲載してないので、ちょっと今日はね、あえてそこには触れませんけども、あとね、その辺のサイドスラントの角度だったりとか、じゃあ実際フレックスがどうなってるのかによっても大きく変わってくるので、まあ例えばで言ったら、じゃあ CT ね、今言ったみたいにノーストテールかかりよくって真ん中たわみやすいって言いましたけども、でもこれがフレックスがもしかしたらセンターすごいガチガチにしてるとかね、でそうなったらまた印象変わるじゃないですか。で、さらにサイドルスラントが立ってるとかね。で、そしたらエッジのかかりがね、また変わってきたりとかするので、だそういうのとかも含めると、結局はまあこのね、スペック表と掲載されているものだけでは判断できないんだけど、ただまあ、これだけで判断するとしたら、まあこういう違いがわかりますよね。であとは、まあ現物を見るなり、まあ試乗ができればね、本当は一番いいんですけども、まあ現物見てサイドルスラントどんな感じで立ってるかなとかね、あとはちょっとこう触ってみて、フレックスのバランスどうなってるのかなっていうのをチェックすれば、まあまあおおよそ雰囲気っていうのはつかめるんじゃないかなと。なのでまあね、現物が見れなかったとしてもホームページに記載されているものだけでも、まあ、ある程度の違いっていうのがね、で今日の話聞いていただけでも、まあ、CT とロックってあそういう違いがあるんだなっていうのがなんとなくねイメージできるんじゃないかなと思うんですよ。はい。なのでね、まあこの辺はねちょっともうたくさんいろんなねスペック表を見比べたりとか、あとまあまずはあれですよね、ご自身のボードだったりとか自分が過去に乗ったことあるボードのスペック表を見ながら、まあ僕のね今日言ったお話をちょっと参考にしていただきながら、設置の長さと有効エッジを比較したりとか、あとノーズがどれぐらい張ってるのかとか、サイドカーブがどうなってるのかとかっていうだけでもある程度ボードの雰囲気っていうのはつかめると思いますので、はい、ちょっとね、だいぶ細かいお話にはなりましたけども、ぜひ参考にしてみて、スペック表をね、きちっと読み取れるようになると、それだけでも、ね、ボードの選び方だったりとか、自分のね、ボードの使い方っていうのは変わってくると思いますので、ぜひ参考にしてみてください。はい、ということで、じゃあ今日はこの辺にしておきましょう。最後まで、ありがとうございました。